はい、はじめまして、ジュンジーと申します。では今回はですね、I wanna be ジッタードールという、制作者の方がシュガーさんという方が、初制作をされた I wanna 作品をやっていきたいと思います。そうですね、ここのところそうですね、初制作ラッシュといいますかが続いておりまして、いやいいですね、もういろいろねやりたい作品が溜まってましてそうですね、ここのところ忙しさがさらに増してはきているんですけどもね、今回はこのジッタードールという作品をやっていきたいと思います。でリドミを読みます と、短い針毛プラスパターン若干多めの耐久1体という構成で、難易度は中級者向けということらしいですね。でこの I wanna be ジッタードールのジッタードールという言葉が、ちょっと聞き慣れなかったのでいろいろ調べましたところ、これはボカロが歌う曲で、ジッタードールって曲があるんですけども、結構ねアップテンポでこうディストーションギターがドカーッと効いたかっこいい曲ですね、でこのジッタードールの直訳は、揺れ動くとか不安定な人形という意味らしいですね。よし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 、ではコントローラー設定も終わりましたし、では早速やっていきましょう。 I wanna be ジッタードールスタートだぜ、 Go。 お、ではそうだね、データ1に作っていきましょう。このまたリンゴの枠が白いのがいいですね。じゃあデータ1で、難易度選択は、もちろんミディアムでいきたいと思います。じゃあいきますよ、よし Go。 セーブ、リボンついてるキットくんでスタートするんですが、あれちょっと待って、ミディアムだよね、あれセーブが私には見えない、セーブなしかこのエリアは、そういうことかな、隠しとかはあるのかわからないですが、ひとまず行きましょう。ピンク一色ですね、ここよ、あれうーそーん、あ BGM 止まん、あ BGM は止まらないですね、よし、止まらない仕様結構好きですね、よ、危ない、今ちょっと早く押しちゃったなと思ったんだけど、いけた、うわっ、ここ越えれば、そっか、あと上下をうまく越えられればいけそうかな、どんどんどん、そう、ここがね、さっきからちょっとやられてるんですよ、慣れない配置というか、あ、来た来た来た、OK、ここ突破できれば、あとはいけるだろうと思うんだが、油断はできないぞ、でここどうしよう、ターンツル、ターンツル、あ、ダメだ、うわー。そうだな、これもあんまり経験ない配置ですね、どうすればいいのか、ツルじゃ絶対当たるから、そうで頭打ち下ってった方がいいかな、また来たぜ、帰ってきたぜキッド君、アゲインアゲイン、さあここツルだ、あーちょっと待って、これどうやっていこうかな、なんか安定しないんすよね、よやっぱり頭打ちいくか、よし来た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 、オッケー、あとはいけるでしょう、で次ここ、これここがちょっとむずいと思うんだよな、よっ、あ、来た来た来た、これは真ん中ジャンプかな、よし、この辺はそうですね、まだちょっと経験がある配置が多いのでやりやすいんですが、来たか、空中上下、よし、あとはあそこに乗ってミスんなよ、よし、ここまで来れば多分大丈夫だと思う、あれえマジで、うっそーん、そんなカオスだぜ、カオスすぎる、よし大丈夫かなこれ、よしよし、あ、しまったうおーマジか、これ帰るの、さて U ターン U ターン U ターン、これやっぱ勢いが大事よ、勢い、まあ一撃をやってるかのような勢いでいかないと、一回躊躇しちゃうと多分ミスる、そう思う俺は、よし、そうだから、だからって集中力は常に全開、 OK、 ここ行くよ、よし来た、来たぞ来たぞ、同じことやるだけだからな、いいな、あぶね、ちょっと今ひよった、危ね、ターンターン、よし、さてここなんですけど、
ワンジャンプツールじゃ多分ダメだよねこれ。そうだよね、斜めに入ってっちゃダメだよね。だからジャンプしてあのグニュグニュっていかないと多分ダメだと思うんですよ。いくよ、あぶねあぶね、よっしゃ来た、もう戻んなよ。え、待って待って、セーブこれ取れてんのかな。大丈夫かな。まあ、とりあえず行きます。怖い、頼むよ、なんで音楽ないの。あで上下針あんのまだ。ここミスったらおしまい、ここミスったらおしまい。行くよ、よし OK で、ショットこれ右行ってみます。まずはこれは、あ、あ、いけないか。よし、じゃあ入りますよ、ゴー。ん、あ、耐久ボスかぽいですね、多分。あぶね、そんな感じがするってことはここが、うわ、ちょっと待ったよ、ジッタードール。あのショットって何ですかね、あれは。あ、なんかいけるってこと、あっちに。分からんな、まあ、とりあえずボス倒すか。耐久ですね。待てよ、どう来た今、ドワーンつってあの来たってことは真ん中に行っとかないといけないんだよね。あれそうか、あれはあれか、ランダムっていうか乱数か、多分そうだな。あのばらまいてくるのは乱数だな、おそらく。これはちょっと一回、あ、まだ曲に入ってないからね、なんて言ったって。それでやばいやばいやばい、よしで、ここで、あ、結構余裕あるな、結構余裕ある。あんまり真ん中に、よ、びっくりした、寄んなくても大丈夫ですね。うわ、これ多分ねフルコーラスだと思うんで、かなり長丁場になりそうなするけど、なんと、え、これかわせるの今の。うわ、一個一個パターン覚えていくぞ、来た、 OK。 さあイントロスタート、ジッタードールカモン。小さいリンゴにも当たり判定あるでしょう、一個一個覚えていくよ。まずは下からで、この辺からリンゴ、あれあれ、出現パターンはどうなってんだこれ。でも今避けらんないよね、弾の避け方が分かんないな。この後だよね、ここはいいんですよ、この後の弾が避け、下の方で避けるのかな。あ、避けらんないね。え、ってことはこれでいいかな。あれ、真ん中にいればいいのかな。あ、あのリンゴか、上がってきてるリンゴが爆発するってこと、あいつを倒せばいいのかな。多分そうだ、間違いない、そうに違いがないとすれば、別に上にいる必要はないんだ。これが飛べろ、どっかにいる、いた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 、どっかで上がってくるよ、リンゴ。来た来た来た。よし、倒した。オッケーオッケー。来た来た来た。超えた。なんと、今度こういう感じか。どこに行こうかな。よし。で、この辺。さあ、どうなる？なんと、回んのかい。回るか。まるでファンタジーゾーンだぜ。オッケー。で、回るからね。なるべく。ちょっと、これ、早ー。ってことは、真ん中、そっか。上がるってことはもっとセンター寄りにいないとまずいってことだね。しかしすごいな、耐久。どうやってこういうの作るんだろう。よし、来い。OK。 そしたら、あー、ダメだ、動ききれない。もうちょっとだと思うけど、フルコーラスとするとまだまだ先はあるぜ。ここの方がいいのかな。うわー、あ、ってことはあんまり、そうか、こっちにしよう。あ、ダメだ、さっきのところの方がいいか。 OK、 来た。なんと、それは、それどうすればよかったんだろうな今のは。でもあの塊は端っこ避けかな。オッケー、右、
あれ、忙しい。そういうことか。でもすごいな、この耐久。ほんとどうやって作ってるんですかね。かなり凝ってますね。ってことは避けたらすぐジャンプしないといけないってことかな。さあどっから上がってくる。来た。危ねえ。よし、でここですぐジャンプ。オッケー、来た。インフィニティ、なんとインフィニティじゃないのかい。このリンゴの枠が白いだけで全然印象が違う。すごくこう綺麗に見えますね。あらー、あ、それに当たってんのか。なるほど、オッケー。でジャンプして、来た。あれ、ちょっと待って、これ合ってんの、これ方向的に。いけてる。なやっぱり前にいなきゃダメなのか。まあ前じゃない、真ん中にいないとダメなんだ。そういうことか。この辺まで OK で、こう来て、よし、来た。いいぞ。 OK。 ちょっと待って、その爆発またなんかリンゴ飛んできてるってことかな。そういうことか。あのショットっていうのは、あいつはそうか、耐久の中に出てきたら撃ってくれってことか。とすると最初の水中で下から上がってくるのも、ちょっと色はあの色かどうか分かんなかったですけど、あいつが上がってきたってことか。とするとあのなんて輪っかになっていくところも、撃たなきゃダメだってことはね。そういうことだね、やっぱり。よし、 OK、 いくぜ、ぶっ倒してやるぜ。そうしないと俺の心まで実体になっちまう。ここまではいいでしょう。まだまだ序盤も序盤だと思うけどね。あ、うわ、倒した。そっか、最初に倒した方がいいね。よしよし、次はいけるかな。よしよし、倒した。 OKOKOK、 あとは避け切るだけ。 OK、そうでしょ。でこれは真ん中でこうね。うわ、なんで当たんないんだろう。よしよし、こっち、いいぞ。来た、なん、うわー、1なさって、また1なんだぜ。いやー、リンゴはすごい綺麗なんですけどね、そのリンゴが鬼畜すぎるぜ。今のはどうかわす。よし、危ね。で戻った後、ここの後なんだよ多分。あー、そっか、外側に散ってくから、そこのいい位置を見つけないといけないと思いますね。多分乱数だよな。文字綺麗だな。チッター、どう、綺麗に並べてますね文字。あとはこれをかわして、でこの後、ここ結構難しいかな。うわー、実体化しちゃったか。とは言ってもな、運悪かったか今回は。あぶね。あー、こっち来ちゃったけど、まあいいか。あ、いけるかも。よし、来た。え、ちょっと待って、これ、え、あ、すごい。うわすごい。今のすごいぞ、今の演出。やられちゃったけどさ、いや、すごいな。よし、来たぞ、来た。多分右側の方が、あ、ちょっと、どうかわすの今。よーし、来た。ここなんですが、動画を見返して、一番壁端のここ。よし、やっぱりいける。ちょっと待って、どうなる。マジそれこっからどうなる。よし、来た。なんとなくこれになってきたぞ。ここパターンであれ。よし、今 OK。
これがよくわか、あ、また同じところに行った。もうダメだ。くそー。その後人って出てましたね。よしよしよし、いいぞ。ここは返しろよ。 OK、 さあ来たぞ。ちょっと待ったん、ダメ、ジャンプしちゃ。大丈夫、待機で大丈夫。そこは危ねえ。来た来た来た。ナーと一緒だね。いける。オッケー、いいぞ。来た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 。オッケー。これ何、ちょっと、オッケーオッケーオッケー。あの点滅が、ちょっと、点滅が、あ、なんか屋根をかん、ちょっと待って。なあ、はい。あ、なるほど、わかったわかったわかった。うん。1個前の点滅、うん、なんとなくで回避できましたけど、多分点滅してるところのは飛んでこないってことでしょうね。うんと、なんかそうですね。で、最後のはまた真ん中に入ればいいんだ。危ね。ギリギリだな。危ね。よし、来れてる来れてる。これも、適当にこの辺でジャンプ。よし。で、これはパターン。危ね。多分パターンだな。さっきと、来た来た来た。これ。来い。よし。来たぜ、超えた。うん、待って。うん、うん、これ当たり判定ないのかな。あ、す、ってことはフルコーラスか、やっぱり。そうですね、これ2番ですよね。よし。かなり長丁場になりそうだが、ちょっと待って。真ん中にいた方が良さそう。来れてる、来れてる。これ。ちょっともう。うわー、なんとなくは来れてるけど。うん、調子よく来れてますけど、これちょっと復習した方がいいですね。動画を見返して、まあ、この辺までは、安定して来れるようにしないと、多分この先がまた覚えていかないといけないと思うんで。そうですよね、フルコーラスか。よしよしよし、分かってきた分かってきた。分かってくると、分かってくるといいぞ。分かってくるといい。来た来た、これ集中よ。意外とこれ当たるから。あ、ダメだ、違う違う、そこじゃない、そこじゃない。あー、ダメだ。そー、あとちょっと、あとちょっととは思わないけどあとちょっとと。あ、ハートが、ハートがハートになったりお尻になったりしてる。よし。あー、ダメだ。もうちょっと高く。そこ、うまい置き方ないかな。これも、あ、これも固定か。さあ、ここ集中ゾーン。 OK。 よし。そして、あぶね、ギリギリで、確かここからはそうだね、多少干渉、多少干渉モードで、これは、これは何、ランスっぽいな。いいぞ。で、確か真ん中からリンゴ来て、で、ここでリンゴが飛んくるから、ちょっと、あれ、待って、やっぱりそうか。あのリンゴ、そこで打つのか。しかもこれ、リンゴのパターンもランスっぽかったから、覚えるとこじゃないな、ここはな。ここ、OK。いいぞ。人、はい。超えてやるぜ。あお、ねえな、もう。びっくりした。ここ。よし。さあ、ここだ。集中。危ねえ。よし、来たぞ。で、これは、どこにいた方がいいのかな。この後の、そう、これがね、ちょっと怖い。あ、でもこの辺りが一番いいかな。よし、サビまで行きたい。うわー、マジか。そういう当たり方もしちゃうか。この辺はだいぶ安定してきましたね。あとはここ。よし、来た。うそ、下ちょっとあれか、かすってんのか。なるほど。よし、来たぞ。真ん中にいよう。ここの方が避けやすいかな。いや、そうでもないな。ちょっと時期狙い入ってそうな気もする。来たぞ。来た来た来た。よしよし。うわ、ちょっと待った。それ、避けらんないな。むずい。よし、来たぞ。ここが。よし、注意注意注意。早めに。
あ、くそ。ああ、難しい。ダメだ、打つこと、打つ構え、そうだね。打つ構えをしちゃうとどうしてもおろそかになるし、まあだからって別に技術があるわけでないからやっぱり当たってしまうというね。さあ行くぞ。行くぞ。3。嘘、今当たってなかった？マジかよ。マジか、今当たったと思ったのよ。さあここ。ここだぞ。よし、倒した。ちょっと待って、これはちょ、なんち、そうか、どう来るか全然わかんない。あ、センターによって散る感じかな。じゃあ、外側にいた方がいいのかな。よし来い。よし来たぞ、来たぞ。これは端っこかな、多分引っ張ってって弾けるから。ちょ待って、お、来た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 、オッケー。何これ。いやー待って、ダメだ、身構えちゃう。え、これ何、インフィニティジャンプって出てないですよね。あ、でも飛べるのかな。でもそうでないといけないよな。なかなかここまで来るのも難しい。行くぜ。